そう、お昼夜と2回ありまして、今はその間です。夜がちょっと配信できなさそうなので、見てください、まつげバッチリバッチリまつげです。そうです、もう全部準備はできました。あとはこのまま向かうだけです。そう、まつげほらシャキーンって。まつげも気分も上げまくりです。なんかもう許してください、公演終わりなんで変なテンションですけど。許してください。そう、いい椅子で、このなんかいい椅子なんですけど、今のケートにはちょっと適してないというか、ここのクッションがあるんですけど、これ髪の毛結んでなかったらこうね後ろに行けるんですけど、結んでるからあんまり崩れたくないので、もたれかかれなくて、めっちゃ首だけ前に出るみたいな、もたれかかったらそんな感じになっちゃうので、この椅子やのにこうちょっとあの背中浮いてるっていう、使いこなせてないです。せっかくの椅子を使いこなせてないんですよね。そうなんですよ、リラックスできない。ちょっとこれ横、こういう横の感じやったらいいんですけどね、向いてない髪型をしております。ゲーミングチェアですか、これはゲームをするやつのイメージですね。そう、あ、ゲームといったら、あの新 YNN さんの新しい組織の組織なんて言ったらいいんか分かんないんですけど、新しいやつでゲーケンっていうメンバーに選んでいただいてゲーム実況をしていくらしいんですけど、そう、ケットゲームのイメージないでしょ皆さん。そう、ケットもあんまり自分でハマって、なんやろ、めっちゃ自分からゲームをするタイプじゃないんですけど、パーティーゲームとかみんな誰でもやったことあるような感じのゲームとか、みんなで楽しむながらやるっていうのは好きなんですけど、なんかちょっと勉強しなきゃいけなくてゲームを。そうなんですよ、そうなんです。だからまあ最初の方は実況はまあ盛り上げ担当というか、楽しくなんかね、はい、わちゃわちゃ系でいきます。ゲーム自体はね家にあるのはあるんですけど、全然でも自分でまず電源を入れてしたことがない。そうそう、やったことはありますけどね、でも一人でとかはないんです。だからね、ちょっとどんな感じになるかって感じなんですけど、楽しみではありますね。そうなんですよ、みんなゲームが上手なメンバーさんが多いので、ちょっと足を引っ張らないようにだけしたいなと思います。そうなんですよね、まあゲームかは分かりませんけど、楽しい環境は好きなので。お任せください。その兄弟とちょっとやるとかはしたことがあるのですけど、でも本当にパーティーゲームのレベルです。ねえ、ちょっと新たに才能があればいいんですけど、
才能を感じたことはないので何をしても、そう、才能はね、なんかたまにあるじゃないですか、なんかやってみたら意外と最初から上手いんですけどみたいな、ないですねそんなの全然ないです。今まで巡り会えたことがない、そういうものに。だからちょっとゲームができたらいいんですけどね。ゲームは 何力なんですか？反射神経ですか？指先の動きですか？細かい動き、何なんでしょうか何を鍛えたらあれなんですか？頭の良さですか？あー、ちょっと無理かな無理かな。反射神経、動体視力、判断力、決断力。わーわーわー、ちょっとピンチかもしれん。動体視力ってまず何ですかツッコミ力もいいの？やばいやん。ちょっとボケとツッコミは瞑想中やから待ってください。動体視力ってなんか何ですっけ、聞くんねんけど。叫ぶ喉の強さ、あ、それは任せてください。声、大きい声は多分出せると思う。一回ね、ワカポンのゲーム実況でやらせていただいたんですけど、その時もうるさいって言われるぐらいやったので叫ぶ能力だけは特化してると思う。ちょっとでも本当にうるさすぎるので反省してまして、それはもうちょい静かにねできたらいいかと思います。ゲームも才能ですもんね。ゲームも何かどっちかというとケイトは外のゲーム派やったんですよ意味わからん、外のゲーム派っていうか、何ですか、休みの日とかもお家でゲームするっていうよりかは、ちっちゃい頃とかも公園に、外で走り回ってたんで。そうなんですよね。本当だからたまに友達の家に行った時とか、なんか兄弟がやってるのを混ぜてもらったりとか、そのぐらいなんですけど、頑張ります足を引っ張らないようにちょっと。そうだから昔から走ってたから、そのおかげで体力はついてるんですけど、そうなんですよね。半距離は得意かも。半距離はね毎年やってます毎年やってますおばあちゃんのお家に行ったら親戚みんなでやるっていう恒例行事なので、半距離は好きですそうなんですよ。まあだから公園とかも体力はバチバチなのでバチバチバリバリイケイケなので、そう、2回公園でも全然大丈夫って感じなんですけど、それは良かったなって思いますね。バチバチバキバキイケイケです。全然もうね、本当に今昼公演やったかなってぐらいのなのでそうなんです、体力は大丈夫そうです。
最近ね、公園をちょっと公園をっていうかね、大人っぽくしたいんですけど難しいんですよ。 M 公園で大人っぽくしようとした後半はね、まだなんかそういうかっこいい曲とか大人っぽい曲とかもあるのでいいんですけど、前半とアンコールがちょっとさまよい中なのですけど研究しながら頑張ります。だからちょっとね、今日も髪型も大人っぽくして、ちょっともう見えちゃってるけど、あんままだ言わないでは起きますけど見えてるけどね、もうすでに。そうなんですよね、そう曲ごとにね変えればいいなっても思うんですけど、なんかなんて言うんですか、可愛い大人可愛いと元気可愛いとのあれとかあれなんか可愛いの中でもちょっと大人可愛いとかがねできたらいいなって思うんですけれども、頑張りやす。ボケはちょっとお昼はね発動できませんでしたね、仕切りだったので。そうなんです、仕切りはちゃんとやってますから真面目に違います、普通の MC もちゃんとやってるんですけどね。MC ね、夜はどうなりましょうか、どうなりましょうか、どうなるんでしょうか。あのあれはね、ボケようと思ったらすごい勇気とメンタルがいるんで怖いんですよ、もう毎回ヒヤヒヤして。受けてほしいですね、うまいこと言ってほしいでしょ、でしょうですですそっか、勇気とメンタルは一緒か、もうでも気合がいるので、はい、もう分かるんですよ、てんてんてんってなった時の空気が、あれめっちゃ怖いので怖いんですあれは、あの空気。そうそうそう、まあ確かに他のメンバーもいるので誰かがでもフォローしてもらうのもかわいそうですよね、あの瞬間てんやわんやしながら頑張ります。確かにゴールはあれですね、電気を消せるようになったらゴールですね。 M のメンバーはみんなそこを目指してるのでいや嘘です、ケトは電気じゃなくて、あの大爆笑をかっさらう方にします、拍手起こるぐらいの、もうそっち目指します思わず声出ちゃう系のやつをね。
ちゃんとそっち大爆笑側で真面目に頑張りますみんな真面目なんですけどね。ってことで、じゃあ夜公演行ってきます。ランキング発表しますね13位からいきます。13位達おじさん、ありがとうございます。12位ケイさん、ありがとうございます。11位ペペさん、ありがとうございます。10位シンさん、ありがとうございます。9位ユウキさん、ありがとうございます。8位カズミさん、ありがとうございます。7位チャウチャウさん、ありがとうございます。6位イカリシンさん、ありがとうございます。5位キューキューイーさん、ありがとうございます。4位コーナーさん、ありがとうございます。3位ライフさん、ありがとうございます。2位1つ2つ3つさん、ありがとうございます。そして1位がガチのつりさんです。イエーイありがとうございます。それでは18時から恋は突然やってくる公演行ってきます。バイバイぜひお時間ある方見てください。行ってきます。